現在も工事中の盤石トンネルです。トンネル内とても広くなっています。そして先ほど掘削作業が行われ貫通となりました。貫通までおよそ7年かかったということです。道南の八雲町で工事が進む盤石トンネルは長さおよそ 6.7 キロ。これで北海道新幹線札幌延伸区間のトンネル17本のうち9本目の掘削が完了しました。今日は地域住民から10人が招待されトンネル貫通の瞬間に立ち会いました。現れた瞬間は無事、貫通ができて、正直ほっとした気持ちでございます。札幌に向けて、着々と歩みを進めていくという気持ちでございます。